フェレンツ・エルケルはハンガリーの作曲家、指揮者、ピアニスト。ハンガリーにおけるグランドオペラの父とみなされており、主に歴史を題材とした彼の作品はハンガリー国内では今日でもしばしば上演されている。また、1844年からハンガリー国家となった三章の作曲者としても知られる。エルケルはジュラに生まれた。父は音楽家のヨージェフ・エルケルで母は クラーラル都会であった。エルケルが作曲したオペラのうち最初の3作品のリブレットはベにニエグレッシによるものである。エルケルは最も知られるオペラでの活躍に加えて、ピアノや合唱のための作品、並びに大曲り、祝典序曲を作曲した。彼はベルリオーズへとラーコーチ更新曲の存在を教えており、ベルリオーズはこれを後に、 ファウストの豪罰で採用している。エルケルは1853年創設のブダペストフィルハーモニー管弦楽団を率いた。また、彼は1886年までハンガリー王立音楽院の学長及びピアノ科の教員として教鞭を取った。1884年にハンガリー国立歌劇場が建設されると、彼はその音楽監督に就任した。 エルケルは1839年にアデール・アドレル氏と結婚し、彼らの息子のうち4人は後に彼のオペラの作曲に参加した。4人とはジュラ、エレク、ラースロー、シャーンドルである。エルケルはブダペストに没している。ハンガリー国立銀行が2010年にエルケル生誕200周年を記念して発行した記念金貨、ラースロー・スロビックス。 ジュニアのデザイン、出展、ありがとうございます。